長尾システムが開発した 3D ボールミルは、縦横2つの回転軸を持つユニークなボールミルです。ボールミルとは、セラミックスなどの硬いボールと材料となる試料を容器に入れて回転し、衝突させることで材料をより微細な粉末にする装置です。容器が筒状で一方向に回転させる天動ボールミルと言われているものが代表的です。長尾システムでは容器を X 軸、Y 軸の交点に設置し、その2軸を使い3次元回転させることで従来より倍以上の効率の良い粉砕を可能にしました。3次元運動っていうのはおそらく多分どこにもないはずです。X 軸側のモーター、Y 軸側のモーター、本来ですとそれが必要だったわけですけども、我々はそこに中空軸だとか接触円盤だとかっていうのを使って、カサバ歯車上のゴム接触型のその、モーターを回転させない回転機構を発明しました。約、50ミクロンからぐらいのシリカの粉を40グラムほど入れます。ジルコヤのボールを約1キロ入れます。この上にもついてます。はい、この中に入ると、指の指紋の中に入ると。 3D ボールミルは容器全体で運動するため、熱が分散し高温になりにくいため、有機物等の熱に弱い物質の粉砕や分散混合に有利です。また容器中心部は疑似微小重力状態となり、これを利用した応用も検討しています。まあ、これからどういうふうになるか私どもも、夢膨らむばかりなんですけども、今までミクロンまでしか出てなかったのが、ナノまで行くと、分子レベルまで行くよと。また反対にその XY の中心の、には自自無重力状態がある、宇宙空間のタンパク質も作れる。あと一番薬ですね、製薬会社、今まで混ざらなかったものがまず混ざると。都市鉱山と呼ばれるゴミとして大量に破棄されている資源の活用や、セシウム等の放射性物質除去方法を含め、3次元運動技術を提案いたします。